最近の大会では県大会に出場することができず1回戦敗退という悔しい結果で終わってしまっています。今年こそは絶対に勝って県大会に出場できるようにチーム一丸となって夏休みを今過ごしています。これは試合ではなかなか勝つことができず応援してくださった皆さんにもいい思いはさせることができなかったんですが、今大会ではチーム全員でこの夏を乗り切り選手権で県大会に出場できるように頑張るので応援よろしくお願いします。チームで何ができるのか何ができないのかを、きちんと今判断をして、強化をして大会に向けて、トレーニングをしているところです。日々の生活が、プレーにも出るというふうに日々、伝えていますので、日々の生活通りの一生懸命さが、出れば結果はおのずといい方向に向いてくるのかなと思っております。絶対勝つぞ。